アニメバスタード暗黒の破壊神、アニメ第2期配信開始記念特番。はい、皆さんこんにちは。今回も特番の MC を務めさせていただきます、ガラ役の安本ひろきと申します。よろしくお願いします。はい、よろしく、よろしく、よろしく。いやいつの間にやら前回の特番からおよそ7ヶ月も経っていくと、うんうん、そんなに皆様おかわりなくお元気でお過ごしていらっしゃいますか。元気、うん、元気です。なんかみんな元気みたいでよかったです。大活躍、元気があれば何とかできる。大活躍すごいな、自信満々だね。自分で今日は大変そうだぞ。アニメバスターの暗黒の破壊神の第2期が配信されたことを記念して特番をお送りすることになりました。はい、これも皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。番組を盛り上げてくださる素敵なキャスターの皆様をご紹介いたしましょう。こちらの方々です。まず谷山さん。はい、ダークシナイダー役の谷山希少です。よろしくお願いします。元気。健翔くん。はい、Kall-Su役の小野健翔です。よろしくお願いします。お前遅刻してくんだよね。よし。人だよ。あ、もうテンション下がっちゃった。上げていきますよ。上げていきますよ。お願いしますね。温度が絶対0度になっちゃった。はい、じゃあ次はタクマさん。はい、吉羽ベラヒア役の寺島タクマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして福山さん。はい、マカパイン島にストラウス役の福山潤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はね、我々だと至らない点もあるかもしれないということで、作品についての解説役として鶴岡プロデューサーにも天の声で参加していただきます。鶴岡さん、お願いします。はい、プロデューサーしておりますワーナーの鶴岡です。今日よろしくお願いします。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 さあ、いろいろこの特番も回を重ねておりますが、僕と谷山さんはずっと出させてもらってるんですけど、そうです、ね、今回は寺島拓馬さん、そして福山潤さん、お二方がバスターの特番初登場ということでございますが、はいはい、意気込みを教えてください。めちゃくちゃ意気込んでる。もうそれも任しといてください。寺島が一発かましますから。やめろ、人にパスするな、すぐに。まあ、でもこのメンツ見てろくなことにならねえだろうなと思って。ないよ。真面目にやっていただいて、現状ろくなことにはなってない。頑張れ安本さん、頑張れ。まあ、ね、福山さんの意気込みも今と同じということで、そういうことでね。僕が多分普通に見えてればろくな状態じゃないんですよ。まあ今のところ普通ですね。大変なことになってまいりました。はい、頑張っていきたいと思いますが、はい、世間的には夏休みシーズン、これは面白いですね。いろいろな冒険をしたくなる夏です。皆さん、今年の夏にやりたいことは何かありますか？そこから入るの？なんか意外と普通のドフリートークか。ドフリートーク、そうか、もう夏近いのか。谷山さん、夏で何かしたいことあります？夏のイメージ。夏、どっちかって言ったら夏のイメージね。うんうん、あるある。フェスのイメージ。フェスのイメージ。フェスのイメージ。いや、夏はさ、でもなんか毎年暑い暑いって言ってさ、はい、なんか嫌だったりするけど、もう受け入れてですね、いっそこの異常気象を、ね、はいはい、いや違う、含みはないよそこに。異常気象ってワードになんか別に含んでないから。気象違うよ、ほんと違うんだよ。トコ、おい、腰折られた。やめとけよかった、長年やってるから。やめとけよかった、食いついて、まんまと食いついて。だからでもそれを楽しみたいなってあるよね。なるほど。暑い暑いって言ってないで、ね、だからなんかもう海とか行っちゃおうかなと思ってます。なるほど。もうこの際、この際、この際行っちゃおうかなと思って。ケンショさん、夏といえば何ですか？夏といえばですか？夏といえばお前そんな気に一人に咲くつもりはないんですよ。ダメだよ、たっぷり時間使っちゃう。木村すばるくんと、はいはいはい、うん、プールに行く約束をしてもう約束してんだ、もうしてんだ本当に、はい、また夏に出会う男だな。じゃ海じゃなくてプール、プールにプール行こうよっていう約束してるぐらいですね。今のプール行こうよ、なかなか最近聞かないよね、はい、プール行って家でタコパしようっていう約束。大学生夏にしようっていう約束。たこ焼きは最高だから。そうなんだ、夏楽しみです。めっちゃ楽しそうじゃん。意外にやりづらい3番で帰ってくる。やりづらい。さん、どうします、夏は海、プール、プールでしょ、はい、俺は家族で川行ってやるよ、じゃあ。おー、いいね、川いいな。川いい。川最高。川最高。気をつけて、川底意外に足割れ綺麗ですから。よく言うから、みんなも気をつけるんだぞ。ぬるぬる滑るからね、あの川の石は、ね。海、プール、川です、福山さん。まあまあ、夏ですからね、やっぱ大事なことをやっぱ経験しなきゃいけないということで、塩分をちゃんと取ります。あ熱中症対策そういうことですね。はい。大事ですね。それはちょっと気をつけないと。おっしゃる通り、健康大事だから。はい。そういうのもとてもふわっとしてたんでね、多分どれもね、実現しないような気もします。安本さんはどうですか？安本さんの夏は日焼け止めを塗って隅っこに絶対焼けたくない。焼けたくない。なんで痛い痛い。
なんか焼けてそうな風貌してる。色白は焼けたら痛い。色黒でも似合うの。いや黒くなれないの。黒くなる好きあのセンス。赤くなって終わりなの。そう。赤く腫れ上がって終わり。赤くならずに黒くなるって。あ、いいじゃん。いいな。夏感あっていいな。冷やしたい。憧れる。夏感出していこうよ。みんなに出していこう。日焼け東京どうなるかと思ったら何も予定がないという方もいらっしゃるかもしれませんがご安心ください。この特番を見てバースターとの世界に浸るそんな夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。今日はこのメンバーでお送りしてまいります。すでに2期が配信されているタイミングなのでネタバレありでお届けしますのでメガワークはあのこちらを見るときはですね2期の方を見てから見ていただけると嬉しいなと思います。さあ一緒に楽しい時間を過ごしていきましょう。最後までよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。7月31日よりアニメ第2期が配信になりました。第2期の情報をお伝えする前にみんなで第1期をおさらいしてまいりましょう。1期をまとめた VTR をご用意いたしますのでこちらをご覧ください。封印よ退け。懐かしいですね。いつかの一部第一声かわいいだな。かわいい。赤い神アンスラサクスをして実現され、我らの究極の理想者が魔力によって統治された戦争も差別も貧困もない完全なる王国、だいぶ前です、ね、ソーシャルキングダムのためにカルイコース、ご覧ください、カルス。第一段階でのアンスラサクスの復活は今や極大に達しています。後期のカルはもうね、本当アビゲイルとアンスラサクスとばっかり一緒にいましたもんね。アンスラサクス一番言ったかもしれないですね。すげー、おーすげー、始めた。四天王たちがね、一人一人ね、そうですよ、はい、男の子ここのね、ガラの解説がね、ずっと全部解説役もうずっとまさかあいつも正解説者すげえ詳しいんですよ。ジャンプに一つのテリーマンテリーマン枠ねこのポジション必要なんです。だから今 MC やってるスポーツ系アニメも顕著だよね、その辺ね。全部あれ順番回ってくるから、ね、負けたら勝てたら負けたらそうだからそういった意味でもこの作品が元祖だったのかもしれないね。負けたら解説は、うん、負けて生きてるやつは解説。第三の資格坂沢ビゲル、これ坂沢ビゲル、坂沢ビゲルよかったな。これよかったな、これよかったな。このゴールもかわいい、魅力あるな、すごい、すげえ。演技の本数を青い稲妻僕を攻めるのかな。もっとゲチュー、ゲチュー、ゲチュー、ミッシュ2番、セクシーシンクター、これがやっぱりね、夏ですね。あれ、夏は大事だよね。見せられなかった、見せられなかった、あかん、これあかん、一番見せられる、うわー、はいはいはい、青、うん、あー、はい、小学生の時は分からなかったな。あ、そうか、当時小学生、うん、なんで大きくなっちゃうんだろうって、うん、暑いよ、そう、帰ってきた、帰ってきた、暑いよ、なんか真ん中が暑いよ、ダメどんどん具体的になってきてから一番言わなくていい、小学生の時。はい、というわけでね、今我々も話してありましたが、我々の若かりし頃にですね、あのいろんな部分を厚くしたシーンもね、いっぱいありましたけどね、作業胸の話ですよ、心ですね。そうさあ、というわけでございますが、まあ、キショさん、改めて一気に今ちょっと振り返ってみましたが、どうですか。いや、よかったです。本コメにも驚いた。懐かしいっていうのは、ね、オフの時あんなに饒舌だった。いや本当ね、やっぱり感じますね、いろいろ。いろいろ感じた。いや、言葉にできないです。感じるし感じるよね。いろんな感じが。ケイジョウ君は、はいはい、まあ、マスタードをずっがっちり読む世代ではないよ、ね、ではないですね。なんで僕はそうですね、アニメと、まあ、あのこれに参加するっていうタイミングで読ませていただいたんですけど、うん、その時触れた時どんなどう思った。でもやっぱり攻めてるなっていう印象がやっぱり一番強かったですよね、うん、あ、こんなにその表現として、まあその言葉も激しいですし、その言葉の表現としても、うん、っていうのはやっぱり感じましたね。それがやっぱアニメでどういう風に
あの表現されていくのかっていうのがやっぱ一番気になってる、その始まる前までは気になってるポイントでもあったし、あとやっぱり、まあ、カルス的にはやっぱり、はいはい、なかなか参加できなかったんで、そう、ね、そのメインの物語、アビエルさんってやつだからね、ずっとやってたんであこんなことあったんだねっていう、あ、なるほど、思いの方がやっぱ強いかもしれないですね、うん、はい。さあ、そして2期から参加してくださっている、はい、まあ、寺島福さん、福山さんでございますが、福山さんは世代でしょ、もう、もろもろ世代ですよ、うん、もう、どんだけ長い呪文を詠唱できるかっていうのを小学校でやってましたね、そうそうそう、やってた口です、みんなで覚えてましたもんね、ハロウィンとか覚えてましたよね、はい、ハロウィンはなんでか覚えてますね、うん、はい、うん、これはまあ、漫画は当然、ね、福山さんも触れてらっしゃったし、うん、まあ、アニメっていうのももともと前もあったりもしたけども、今回改めてアニメ化ということですけども、はい、実際にご覧になった時どう思われる？いや、だから今の技術だったら魔法のエフェクトもそうだし、ゴーレムもそうだし、うん、もう本当にそのアンスラーサックスもそうだし、その原作の細かい描写っていうのがいわゆるセルガの時代だったらとてもハードルが高かったのが、うんうん、今の技術だったらじゃあこういうふうに綺麗な、しかも見やすい形で、かつも音響も含めて全部効果も含めてで本当そのままアニメーションにできるんだっていうのが、そこの間に約30年あったのかっていういろんな声が、作品のこの成熟もそうだし、例えば今の日本のアニメのとかそういった漫画作品の中でもファンタジーであったりいろんなもの、ゲームの要素もいろんなもの込みの、このいろんな日本で描くこういったものの作品の原点の一つでもあるから、とてもなんかこう一ファンとしても嬉しいですし、そしてやっぱり変わらない面白さってのはやっぱあるんだなっていう、いいですね、素敵なお話でございますが、で、タクマも世代ではないけど、タクマはオタクだからきっと知ってると思う。知ってる、僕だけオタクの一応教科書部分があるけど、僕が見てた時は、うん、もうちょいこのアニメになった後の話、はい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 、でもっとエッチだったから、なるほど、もう小学生としても、ま、真ん中辺が熱くなったんだけど、その思いがあって、で今回のアニメ化で改めて原作の最初の方から読み返して、アニメどうなるんだろうなってワクワクしてたら、うん、一番嬉しかったのは攻めてくるオークとか、うん、あいつらのジョエーみたいなやつ、はいはいはい、そのまま皆さんセリフやってるのが、そうだね、あ、当時のギャグ感もちゃんと音声にしてるっていうのが、これはだって鶴岡さんのこだわりでもあったんです。そうですね、まあ、黒田さん、シリーズ構成の黒田さんとか、監督もそうなんですけど、まあ、当時のそのちょっとそのなんだろう、懐かしい90年代ギャグみたいなところとかも、端の方に書いてある先生の手書きで書いてあるやつとかも、なるべく拾って、そういうのちょっとこう逆に見せていこうみたいなのはかなり意識してやりましたね。だから結構詰め詰めでやったんで、アフレコでもここセリフ入んねえよみたいなところあったと思うんですけど、役者さん皆さん頑張っていただいて入れていただきましたね、というわけで、ね、愛もたくさん詰まっておりますので、こちらの1期まだご覧になってないという方はね、ぜひ見ていただきたいんですけども、さあ1期の内容について軽くご紹介したところで、続いてのコーナーに行ってまいりましょう。ここから2期の情報をお送りしていきたいと思います。来ました。2期では地獄のティンコンカ編が描かれました。ティンにすることでちょっとティムコンカ編が、発音をよくするとそうなるよね。いや、日本語だから地獄のね、地獄の方が普通だったんだけど、描かれましたが、アンスラサックスが誕生させた漂流に立ち向かう四天王侍軍団、魔戦将軍たち、そして伝説の勇気士となったダークシナイダーが破壊神の分身を倒してカルスを救う。しかし、すでに完全復活した破壊神アンスラサクスが迫りつつあったということでございます。これがなんとなくの、まあ、もうネタバレ OK 部分の、あらすじでございますけども、まあ、岸田さん、これ一気に登場人数もバシンと増えて、いや、ようやくなんか、まあ、一読者っていうか一ファンとして原作をね、なんか俯瞰で楽しむなんか感覚で言うと、もうここまでやっぱアニメにしていただきたかったし、していただいてありがとう。やっぱりキャラがガッと増えるとぐっと膨らむし、こう裾野も ね、 そうですね、広がるんで、これ少年史観をすごく感じて楽しいんですよね、うん、バッと人が増えたりここからようやく人気投票できるみたいな、なんかそんな感じもあるし、なんかもうちょっと俯瞰の目線で言わせてもらうと、このキャラどの声優さんが当てんだろうみたいなワクワク感があるんでしょ、なんかやっぱり一期はなんかもうちょっと狭いところでね、俺とかガラとか、もうちょっとところで頑張ったけど、そこがなんかまだ序章で、こっからようやくっていう感じが僕は2期だと思ってるので、非常に興味深かったし、
嬉しかったんですけど、ね、さあそんな人気のね、サムライ軍団マセ将軍でございますけども、田中島拓馬さん、そして福山潤さんが演じるキャラクターについてご紹介していきたいと思います。はいはいはい、まずは福山さんからお願いいたします。はい、私演じますマカパイントーニ・ストラウスでございますが、はい、まあこちらあのカルスのに従える魔戦将軍なんでございますが、まあ武器としましてはですね、特殊鋼で作られた溶山紙、まあ、あの指の先々の細い見えないぐらいの糸がありまして、それで、まあ、あらゆるものを切り裂きましてですね、その溶山紙がですね、なんと何キロにも伸ばせるということで、もう攻防一体でございます、はい、で四方に張り巡らせることで結界も作れて、しかもそれだけじゃなくですね、魔法防御を無賛される罪人の剣ガリアンソードを使用するというね、そうだったんだ、まあ、そういうことなんですよ。で、まあ、狡猾な手段、まあ、卑怯だと言われるような手段もですね、まあ、勝つためならば是としましょうという勝利至上主義者ということでございまして。いやー、これは演じていて大変楽しかったです、ね、でしょうね。でしょう、今の説明書きからは想像つかないキャラですもん、うん、そうだ、途中から面白い、面白い、ただ面白くしてるわけじゃなくて、なんかこの様が面白いっていうんですかね、結果的に面白くなっちゃった、ね、正面からそれを高らかに言うことで面白くなるという一つのこの漫画の手法を、ね、なダイヤモンドともに作り上げてきたみたいな、ね、全部を真っ向勝負で受けてリアクションするっていう、なめよすごく言う、あのなんかこう、大物感も小物感も全て混然一体としていると言いますか、いやだからもうマカパインをやらせていただけたのは光栄でしたね。マカパインはめっちゃ好き、はい、アニメでよくもっと面白くなった、ね、こう満場一致で ね, ね今日いろいろさ取材も受けたけど、はいはい、やっぱマカパインいやでもてか福山のマカパインやったりだったこれはあのやっぱりオーディションだったんですよ、はいはい、で最初マカパインがオーディションやってなくて、はい、あの僕あのイングベイでオーディションが来たんですよ。あ、そうなんだ。でその時に僕が違う、俺はイングベイじゃないっつっていやさすがだね、私は貴族ではありません。バスタード好きだから全部読んでて、あのそりゃ魅力的なキャラクターがいっぱいいるからやらせていただけるって言ったら全部光栄なんだけど、自分が生きるっていう一点で見たら俺はマカパインしかないさすがだわ、自他ともに認めるマカパイン、自分プロデュースが、結果合ってたんですよ、だから最初に連絡できた時にあのイングベイですって言って、マカパインじゃなくてイングベイですそっかって人から見たらイングベイなのかなって決まったらマカパイン役ですほらよかったですね、行くところに行ってね、気づいてもらえてよかったですね。すごいな、そのあのマカパイもいるあのカルス率いる魔戦将軍全部で12人いるということでございますが、はい、どんなキャラがいるか改めてちょっと見てみましょう。こちらはい、はい、ね、いっぱいいます、いっぱいいます、カルス、イングベイ・フォン・バルバスティン、ジオン・ドルバンデンバーグ、マカパイン・トーニー・シュタウス、シエラ・イーディ・バ・ソリー、ランディ・ロドシュタイン、ノイ・バウンテン、ボルギルボル、はい、ボルギルボル、イーダナル、ザクワルダ、イダディーズナ、ブラードキンス、サイクス、フォンス、ノーホワイト、ロース、ザボス、フリドリット、はい、名前言って一番楽しいのはボルギルボル、ボルギルボル、ね、はい、声もかっこいいよ、あとはまあバッソリーもね、キャラ立ってますよね、バッソリーいい活躍しますよね、バッソリーちょっと好き、いい賑やかしでしたね、はいはいはい、ダークシュナイダーのキャラもバッソリーによってさらに引き立ちますからね、確かに、そうだね、はい、バッソリー面白い、この手のあの萩原さんの漫画の中でこの手の顔のやつ大体面白いですこの手の顔の手の大体面白いですよこれあのまああのケンショウ君がね、あの、はい、カルスを率いてるわけですけど、ハイキングです、はい、どうもあのどうもハイキングです、どうもハイキングです、こんにちは、ハイキング、まあ、バーソリーパンチ効いてると思いますけど、他にも何か印象的なキャラとかいましたか。いやでもやっぱりイングベイとかはね、高速の剣の使い手ですね、もうやっぱりずっとこう信じてくれてるというか、うん、まあ、なんかその変わったことでさえ受け入れてくれてるというか、うん、まあ、なんかその忠誠心というかっていうのはやっぱすごく ありがたいなっていうのは思いましたね。まあ、単純にかっこいいし、そうね、ね、うん、あともうまあ、インドベイだけじゃないですけど、はい、もう声優さんが、ね、豪華すぎて、そう、ね、これを従えるって相当大変だなっていうのは、そうか、確かにそうですね。もうね、かなりやっぱり大先輩だから。この並び確かにすごいね。これがなんか俺ジオンでユサさんってびっくりしましたからね。いや本当に確かに確かに。ちょっとね、やっぱそのプレッシャーはなんか別の、うん、あんまり感じなくていいプレッシャーは
ちょっと感じてはいましたね。これマジでなんか平常の状態でアフレコがね、もうその何十十何人で一気に撮るっつったら、結構また別なプレイ、いやいやもう相当やばいと思いますね。はい、多分いろんな先輩からちょっと頭を下げられるっていじられ方を絶対する。確かにハイキング様それはやるだろう。ボルギルボルギル内山さんボルギルですね、ありましたね、うん、でもね、キャラも立ってますからこちらもね、はい、皆さん切り絵を見つけていただきたいなと思いますが、うん、さあ続きまして、個性的なメンバーが集まったっていうのはね、魔戦将軍だけじゃないんですよ。侍軍団もそうなんです、はい、続いてダークシュナイダー率いるア・イアメイド王国の復興を目指す剣士集団侍軍団についてのご紹介します。まずは寺島さん演じる吉羽からいきましょう。はい、吉羽ベラ剣士、はい、名門武家出身で若くして侍マスターの称号を手に入れました、うん、で三船の道場で師範代を務めていたほどの腕前なんでめっちゃ強いです、侍としての矜持が強くて忠義や礼節に基る行為を厭う、うん、厭うです必殺技は長武阿修羅山。かっこいい、ね、もう一回ですか、うん、長武阿修羅山。なんで2回言うねん。カイハーンのことを気にかけているようだが、なるほど、うん、っていうキャラクターなんですけど、まあ ど真ん中イケメン枠ですね。あのそうなんですよ、うん、あの正直魔戦将軍の後に侍出されるとちょっと真っ当すぎて、なんつか、そうだ、ボルギルボルいないもん。そうなんですよ、順番逆にしてほしかったなってすっげえ思ってる。遊びが少ないんですよ、ね、そう、遊びはやっぱ侍っていうのもあって、うん、そうだね、真っ当なんですよみんな。確かに、うん、その中でもヨシアはやっぱりそのみんなを率いるっていうのもあって、うん、責任感とかもあるから、うん、三船とともにね、かなりまともなので、うん、次へ行ってください。次に行きたいところなんですけど、ね、一応ダークシュナイダーできる侍軍団とか、まあ、ダークシュナイダーチームちょっと見てみましょう、うん、はい、ここ見てもらいましょうね、うん、はい、こちらもいっぱいいますね。ダイヤモン明らかにこっち側だろうね。おかしいよね、ダイヤモンこっち側になりました、ね、いくら忠誠を誓ったとはいえね、忠誠誓っちゃったんだ、うん、ね、そうね、どう考えても下半分の方がやっぱり肉の目が入ってますね。違うキャラです。アキューズだね、アキューズだ、そう、それが痛かった。いいですね、こちらにも一応ね、影薄いんですが、モヒがいるんですよ。モヒはね、見た目のインパクトはモヒ、モヒ、モヒは死に様もいいですけどね、唯一モヒーって言ってもらえる。なかなか名前呼ばれる人いないから、確かにモヒはいいんですよ、すごく。いいキャラ、こっちにもいいキャラいるんですけどね。CV がね、日曜日の猫と同じ人が一人いますけどね、アンガスはやっぱりハテナなんだね。あ、でももうあのーね、まあもうこの時は出てます、ね、もう出てるんで大丈夫です、はい、はい、杉田さんにやってもらいました、ね、はい、顔がパッカーンしますから、ね、あれ衝撃映像ですね、あれマジ衝撃ですよ、トラウマになり、確かにトータルリコールですからね、あれはシュワちゃんのオマージュですから。でもバカで割れてもそこまでは変わらないんですよね、見た目は、うん、ね、雰囲気は。で、三船の速水さんもかっこよかったですからね、速水さんだもんね、いや、現場で1回だけお会いできたんだよな、うん、こちらもなかなかね、脂っこいメンツが揃っておりますが、脂っこい、まあでも、まあでも谷川さんにどれがインパクトあるって聞いたら、どうやってもダイヤモンから目が背けられる、まあ、そうね、ダイヤモンはもうダイヤモン枠だから特別なんだなんというか、でもやっぱヨシアなんていうのはその中で一番こう、ま、侍チームとしては真っ当というかね、ね、頭取みたいなもんでしょ、うん、そのチームでの、うん、やっぱ一番なんだろう、侍前として、でしかもなんかああいうすごくなんで実直な男じゃないですか、うん、はいはい、テラシーのあれ合うんだよね、そのテラシーがすごいなんつうか品がいいですからね、ま、真面目、なんか根が真面目でしょ、テラシーも根、まあ、うん、ねね、じゃなくて真面目です、まあ、真面目です、なんかそれがね、すごく、あ、すいませんね、これトイレから帰ってここ結び、本当よ、俺もいい話してたんじゃねえのか、ちゃんと褒めろ、ちゃんと、いや本当に、いや本当にそれはね、今回は全なんかね、このアニメバスタードはなんかキャスティングが素晴らしいなと思って、よくできてますね、本当にリップサービス抜きで思ってますけどね、ぜひ、うんうん、そこもまとめてまとめて楽しんでいただければなと思います。さあ以上キャラクター紹介でございました。さあここからはアニメ本編について推しをキーワードに語っていきたいと思います。題して推しを語ろうバスタード。おーいっぱいいるからね、キャラが多い多い。アニメ2期第25話から第39話の中から一押しの名場面を選んでいただきました。どんなシーンが選ばれているのか見ていきましょうということでございます。じゃあまずは福山さんの一押しシーンを見てみましょう。はい、こちらで、こちらでございます。天の断り、地の断り、人の断り、ギャップがね、今まで生きり倒しててここに至るっていう、はい、怯える時も全力でっていうキャラだよ。黄金のリング、
作がいいんだよな。マノゴーっていう呪文はすごい強力な呪文で、結構気合を入れて作りますね。うわー、大霊感やってこいって言ってくれる。はい、印象もいいし、原作でもそんな出てこない呪文ですからね。そうですね、ここだけですね。はい、すごいな、動くとかこうなるんだな。ギャーギャーギャーっていう、これは令和随一の新様ですよ。ちゃんとギャーという、そうそうそう、これ飛んでったんだよな。いや、この時のその断末魔がすげえ秀逸なんだよ、ね、なるほど、はい、まあ一応お伺いしますが、こんなシーンを選んだ理由は何ですか。いや、やっぱり原作好きとして、先ほどもそのオープニングの方でも言ってましたけど、なるべくそのセリフ一つ一つも忠実にやろうじゃないかっていう中で、うん、この中で今の令和の世の中で行ってこい大霊界を聞けるっていう、丹波哲郎さんですからね。そういうことなんですよ。だから、ね、やっぱりネットフリックスの力によって丹波哲郎の大霊界を知っていただけるかどうか。確かに、ずれ方がすごいな。いや、 やっぱあの作品の中でやっぱ この時代 あの作品とかも含めて、やっぱ漫画コミック、今はあんまりなくなってしまった文化ではあったんですけど、作品に出てきたちょっとした小ネタで、その見ていない世代でも作品を知れるとか、もしくはそれによって時代が分かるとか、こういったいろいろな部分があのこうやってそのまま やってくれた、もう大霊界って言葉だけでも結局言ったらあの世に行けっていうのに置き換えれるぐらい便利な言葉にもなってるんですけど、実はそういった当時の連戦の時の流行りもあったんだよっていうところが、ね、このいわゆる僕昔のアニメ好きとしましては、漫画好きとしましては、このまんまやってくれたことが嬉しいっていうのと、僕はこれがきっかけでバンドのマノオを知ることになり、そうかそうか、そして今俺一番好きなヘビーメタバンドはあのマノオです。マノオなんか、キングソウルヘビーメタですね。熱いぞ、熱いぞ福山潤が。でもずっと前で、すげえ前からマノオ好きって。そうです、もうこうやってそっかそっか、あのサインとかがあるんですよ。いやすごい、ジュン君の口から、はい、めちゃくちゃ楽しんでます、ね、いや楽しんでます、楽しんでます、いい話。この漫画も確か見開きかなんかで行ってこい大霊界、めっちゃでかいコマだった、デカコマです、デカコマだったんで、よく考えてわけわかんないこと言ってるんですけど、そうなんです。でも時代の空気とかノリみたいなのが、うん、面白いです ね、この時代何よりもなぜか知らないけど、マッカパインがすごいやられる時に目を押さえてるのかね。そこだけ、あれもなんだ。細かい、ね、はい、はい、でも面白かったです、原作通りです。いいです、はい、福山さんの一押しシーンでございます。はい、続いてじゃあ寺島拓馬さん行きましょう。お願いいたします。はい、こちらのシーンです、ご覧ください、どうぞ。いいポーズ、やっぱ僕はね、侍たちの活躍、うん、このポーズももうね、完全に原作の絵のまんまなんです、はい、確かに不思議なポーズ、はい、アシュラさんで、あそこからどうやってアシュラさんするのか分かんないんだけど、みんな大活躍してくれるんですよ、侍軍団、軍団で前半でも活躍してるんですけど、前半ボッコボコにされるんで、なんでこっちの後半選んだの、うん、ここね、魔戦将軍たちの戦いを互角に繰り広げる、ここはやっぱり一応侍軍団を取り仕切ってる身としてはみんなの活躍見てます、うん、ね、あと位が上がれば上がるほど肩パッドがでかくなる。肩パッドっていうのはあれ、肩パッド、いい、あー、バージョンバブルじゃない。すごいみんな頑張ってるな。もちろん魔戦将軍のみんなもここですごく頑張るというか、うん、活躍が見られるので、ちょっとダイジェスト的にそうですね、ガラとネイの2人の戦いが済むまでおとなしくしているのだ、強者感が半端ないっていう、ね、確かに肩パッとでかかったイングは、うん、一番でかい、一番でかいね、何も通さなさそうな感じ、あれに傷をつけるとか、最初ね、ヨシュアの強さが見えるシーンもあったんですけど、確かに確かに、もうでもね、モヒの死に様はちょっと見てほしかったなと思いましたね。こっち選んどきゃよかったんですよ、モヒ。あれ好きなシーンなんだ、まあ、ここ選んだのはやっぱ侍だからってこと、うん、あの各々の活躍のシーンが見れるからってやつね。そうそう、あのやっぱ2期スケールめっちゃでかいじゃないですか、バトルの、うん、その中でもやっぱり人対人のこのバトルっていうのはやっぱ見どころの一つだと思うので、そこもやっぱり注目してもらいたいですね。お気に入りの人はちなみにモヒ以外で誰、お気に入りの人ですか。いや、僕はモヒ一筋です。モヒなんです、モヒだけ。すごいな、愛が強いな。モヒは。モヒタンだったんですね。モヒタン。憧れの髪型モヒタンなんです。モヒタン。一度はやってみた。でもあそこに至るまでの流れとかで、なぜあそこで2つの勢力が戦ってるのかとかもね、漫画の、漫画とかアニメの面白さもいっぱい詰まってますので、そこまでいっぱい皆さん見ていただければなと思います。はい、じゃあ次は検証するのシーンに行きましょう。はい、僕はですね、その純粋な
綺麗な涙がに心をグッと打たれたシーンを選ばせていただきました。ちょっと見てみましょう。こちらですそれこそが純粋な強さよ。それを今から証明してやる。さあダークシュナイダー得意の人質を取って、うん、まあもうだからマカパインがもう勝てばいいっていう、ね、はい、はい、今のがガリアンソードです。ガリアンソード勝てばよかろうなのだ。そうですね、そうです、うん、これガリアンソードってまんますぎて、そうまんますぎてね、はい、気になった方は調べてくださ い, いガリアンソードです。全然関係ないで、こっちもやられてしまうっていう、ええこの扱いがね、同じね、もう味方というか、ま、魔戦将軍だと言ったんですけど、僕これ見た瞬間すごい笑っちゃったのと、バソリーがね、あ、ちょっとこの後だったんですよ、本当は。この後バソリーがあの踏まれて、踏まれますね、ところでキランと流れる涙に感動した純粋な涙ところだったんですけど、それはちょっと本編で見ていただいて、でもう一つあったと思うんですけど、はい、僕がその必ず見つけ出せって言った後に、はい、ね、はい、ってこう言われるんですけど、うんうん、ここ一番気持ちよかったシーン、自分マセン将軍だ。そうそう、あ、こんなに綺麗にこう言ってもらえるんだっていうのを、その気持ちよさを感じた。今まであんま言われてきたことはなかったと。そうですね、今まで歩けるしかいなかったからね。すごい、他の作品でもあんまなかった、うん、ここまでのもうそうそうたる人たちを確かに従えるっていうのは、かなり一番偉いもんな、はい、だったんでちょっと選ばせていただきました。へい、おやびみたいなもんだもんね。まあでもラインナップするとね、壮観ですからね。はい、見ていただければなと思います。ありがとうございます。ぜひ見てください。さあ続きまして、あの安本さんが選んだシーンに行ったら、あら、安本さん、安本さんを一応選ばせていただいたので、ちょっと見ていただきます。こちらです。気になるね。お、お、これは？いいですね。いいのしてますね。知るのはおめえだ、金玉野郎。金玉ってめっちゃいっぱい言ったんですよ。金がいいですよね。こんなに言っていいんだってぐらい金玉。まあでも金玉って響きには風情がありますからね。何を言ってんだお前は。お前は気づけ気づけ。マット。何を言ってんだ。気づけよ。これはスケールのでかさもあるんですけど、あの金玉の数の多さ。金玉の多さ。2個だよ。マックス2個だよ。マックス2個。数多さとかね。オペで増やすやつはおらん。取るやつはおるけど。こんなに堂々と金玉って言ったことはなかなかなかったもんね。なるほど。しかも連呼したもん。連呼、うん、普通言わないよ。割と金玉したシーンですよ、これ。でもめっちゃ金玉野郎。嬉しかったんだろうな。金玉討伐を。面白くなっちゃってる。お前面白くなってんじゃねえか。君自身もよ、金玉討伐。でもなんかあそこの中での強さとかもすごい見せたりとか、キャラとしてもすごくいいんだけども、漫画の段階で多分先生も書いてて面白くなったから、ずっと金玉って書いてあるんですよ。だろうね、いっぱい。それをそのまま前に見せてくれたっていうのが嬉しかったっていうのシーンを。でもそのまま拾ってます。あの短いシーンで4回言ってますから。金玉。4金玉だ、うん、いや2だ、分ですね、まあ、もうマックス2なんだ、賞味8だね、賞味8。あとは、まあ、単純にガラの最大の見せ場なんですけど、金玉じゃなくて、あそこが、間違えちゃいけない、あそこが一番かっこいいと思うんですから、はい、ちゃんと強かった、はい、それは金玉って言い過ぎだ、金玉のフィルター1回外したらめっちゃかっこいい、そしたらかっこいいし。まあ、いやもうかかっちゃいましたよ、今、金玉フィルム。古いシーンでも、ああいう物言いするって、今のなんか大人が好きなヒーローもののちょっと、外れの人たちの強い人たちの一つの、まあ、あの形にもなってるから、ね、もうすごく今、通じるシーンだと思うんですけど、ね、僕自身は楽しかったし、嬉しかったシーンですからね、あともう一個、実はシーン選ばせてもらったんです、これちょっとあの外関係、柄関係ないんですけど、ちょっと見てみます。うん、何裸だ、あすごく裸だ、みんな大好き、すごく裸だ、みんな大好き、あ、そう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 、もうずるいね、ここだけにしよう、いやもうよくあげてください。いやでも多分このダイヤモンドこれで結構すげえ格好しながら、実はなんか敵で魔力が失ったら美少年とかみたいな、こっからですよね出発は結局。あ、ね、なるほど、しかもしないですね、かなり難易度の方かもしれない。なんであんなにバラを描いてるかもわかんない、でも原作にも描いてるからしょうがないんだけど、うん、この辺は結構スタッフがパワーアップさせてキラキラさせたりとか、でまたこの小安さんがここでちゃんと声変えてるんですよ、ね、いやそりゃそうでしょ、
林さんの、はい、あの美少年声が、はい、こう聞こえてるのが素晴らしい、正しい小安さんの使い方やべえが小安だけ人だ。ただ皆さんはあんま感じなかったでしょうけど、あのちょうどあのマカパイン決まったぐらいに、うん、世の中にダイヤモンが発表されたんですよ俺あ、そっかそっか、だからその時にその発表ですね、はいはいはい、俺は楽にやったら埋もれるって思ってやばいやつがいるって人知れず感じたんだよ。原作を隅々まで知ってるからこそ同系統で違うタイプじゃないですか。だからで小安だ、最初に気になったのがまずダイヤモン誰だって、小安さんって名前知った瞬間に俺は全力で臨まないとダメだスイッチ入ったんですね、そこでね。なるほどね、やるぞと、面白いな、どうやら激しい現場だぞとあの本気らしいっていうこいつは面白くなってきたという、面白い、面白いね。ギャグのバランスもね、こちらのマスターの魅力の一つでございます。そこも楽しんでください、お願いいたします。さあ最後、谷山さん。僕はね、それこそ原作が先ほど安本ちゃんからもだんだん萩原先生が、うんうん、面白くなってきてっていうので、うんうん、2期に該当する9巻あたりぐらいから原作のなんか遊びが、はい、ギャグが意図的に、ね、あとメタの視点があったりとかもして、うんはい、そこも忠実にアニメーションで再現している中で、まあ、僕はダークシナイダーなんで、ちょっとこちらのシーンを見ていただきたいと思います。あすぐちっちゃくなる、まあ、ちょっとそう、なんか分散しちゃったっていう、口頭無形なんだけど、ちゃんとアニメ的に描くっていう、うん、これほんとすごいな。もちろんこの声も全部谷山さんにやっていただいて、ね、ちっちゃいダークシナイダーの声、はい、このルーシーも伊藤さんにやってる、うん、この一言のために伊藤さん来てましたけど、伊藤ちゃんがその会話、はい、スタジオまでここの映像演出も90年代か、そうなんだよね、ちょっとそういうこう懐かしさ、うん、実に確かにもう何なんだろうって話ですからね、これ実にクラシックスタイルっていう、ね、これこれ、あとね、陽子さんに刃が入ってたりとかね、そう、こういう表現も、すごい令和とは思えないね。ねえ、そう、この全体的な90年代ノリ、ね、めっちゃいい、この時代にやるっていうのが、いいと思う、座ってますね、開版、今の子たちに伝わってくれ、あ、いいですね、そういうことですね、いい、うん、やっぱりこう、一つなんかこの令和の時代にあのバスタードの作品を、アニメ化するっていうの、うん、意義みたいなのを感じて、うん、はいはいはい、いや、 やっぱり原作に忠実にっていう中であるし、一応声も全部一応ちょっとずつやって、なんかエビさんにはさ、いや、そのままの声でやってってダークシナイダーの、なんかどうしても絵があれだから一応可愛らしくやったんだけど、やっぱそうだ、加工入ってるよねって全然生きてねえの俺のいや可愛いけど頑張りだやめろまだねみたいな、それはそれでこのくらいのちょっとアニメチックなコミカルにやったんだけど、ちゃんとそれも加工されたあーでもそうだよながっかりとは言わないけど、いや一応で使ってもらってますからね、そうそうそうでもそれも含めて昔のね、昔の小さくなったら声をね、なんかあーちょっとやめてくれせっかくやったのちゃんと加工されてた、おもろいな、うん、でもそういうのもね、細かいことかもしれないけど、うん、そういうところで全部楽しんで作ってる感じがするのもね、うん、素敵だと思います、うん、さあそんな楽しんで作ってる人が、ね、この人でもあるんですよ、あの尾崎監督、はい、尾崎高原監督にもちょっとおすすめのシーンを選んでいただいて、スライム尾崎ですね、はい、そうですスライム尾崎、スライム尾崎そんなあだ名はついてる、いいあだ名ついてるなスライムへのこだわりスライム尾崎の選んだシーンはこちらでございますスライムかな私は夢を見る、あ、めちゃくちゃ真面目なシーン選んでるんですけどねスライム尾崎を、はい、この流れのダークシナイダーとねやけど、なるほど、うん、昔の話ね、絵本みたいに見せたりとか、ね、そうですね、ここはあのサイズをこう変えてこう、はい、シネマサイズにしたりとか、うん、この辺の演出は監督すごいこだわって、うん、ここはあの縦長にしてるんですけど、モノクロ使ったりとか、寒くて心細くて、ネイのね昔の話が結構いい話なんですよね、うんうん、はい、うん、このまま死んでいくのだと絶望して、そして私たちは出会った、はい、うん、監督真面目ぶり上がりましたね、スライムの下り謝っといてもいいスライムすいませんでした、スライムはもう彼はもう
消せない過去、消せない過去、そうか、過去は消せないよ、本人がはっきり言ってましたね。俺はこのためにアニメーターになったのです。そんな監督からのコメント、あとはおまけだっつってた。そんなことはない、言いたい放題。そんなことはない。ごめん、監督のコメント、ごめんごめん、失礼失礼。そんなことはないはずだ、信じてる監督、そんな監督、ダークシュナイダーとネイの出会った回想シーンがおすすめです。前編にあたりバトルシーンが多いので、意外と静かで詩的な描写が貴重な間の演出になったのでは、なったので、こんな姿も印象深いと感じました。バスタード実はエレガントでインテリジェンスな作品なんですよと勝手に思っていますと、スライムが言っています。スライム。あ、台無しだ。まあでも確かにこの、なんでしょうね、濃淡じゃないけど、温度差がすごいところも魅力の一点でもあるし、真面目なものとか、そのね、過去にいろんなことがあったカタルシスもあるから今があるみたいなのもあるので、その温度差もこの作品の一個の力でもあると思います。そうですね、もうネイもそうだし、カルスもね、結構やっぱ今回でもう昔 の, はあ の,、ね、あの過去のトラウマみたいな話とかもすごいここ結構シリアスなところ、まあ、そのギャップがやっぱりすごい面白いですね。確かに今回はダークシナイダーとカルスっていう、何かね、その取り巻く物語ってこの2期の見どころだったと思うんですけどもね、もラブストーリーの似たテンションですね。そのカルスとダークシナイダー、なんか今気づいたけど誰も取り上げてなくね。カルス命令したとこぐらいしか、あれカルス出てた、誰も、いやカルス見なかったんだよね。あれ濃厚な、なんかちっちゃいダークシナイダーがどうとかって、俺なんかなんであそこ選ぶ、どんなとこだったんだろうって今思うと、おりゃー、もしかしたら救済になるかもしれないんですけど、鶴岡さんがちょっとね選んだシーンがあるらしいんですよ。あ、鶴岡さんも、はい、でも鶴岡さんはね、どうせやらしいとかでしょ。じゃあやらしい鶴岡さんが選んだシーンちょっと見てください、はい。いやもうここでしょ、なんで選んでないんですか。やっぱり、いやもう、やっぱダークシュナイダーとカルの戦いなんですよ、やっぱ2期は。そうなんですよね。そこをやっぱお客さん、皆様にも視聴者にも皆さんに見て、で、谷山さんと小野さんのお話を聞きたいなと思ってたんですけど、なんで選んでねえんだよっていう。で、まあ、最悪監督が選ぶかと思ったら監督違うの選んだ。いい風に見られたいから。そういうわけでちょっと非常に申し訳ないんですけど、こう差し込ませていただいた感じですね。いやー、すいません、すいませんでした。でここのやっぱそのカルスの究極の魔法のテスタメントっていう、絶対レイドの魔法で、それと同時に映唱しているダークシナイダーの魔法があるんですけど、実はこれが防御の魔法で、それで吸収した後にハロウィンを放つんだけど、カルスがまたそのハロウィンを曲げるんですよ。ここはもう本当に一番なんだろう、見せ場の魔法シーンだったかな。そうですね。そして俺、僕はここの下りで超伝導と。そうなんです。そうなんです。そこで解説のアビちゃんが、アビゲルが超伝導っていうのを説明してくれるんです。僕もそれで知って。はい。でその後パパ君とかで超伝導とか出てくるんですけど、はい、あ、もう知ってる知ってるみたいな。まさかの。そうなんですよ。それは超伝導だパパって言ってたんですけど、僕知ってますからね。そうありました、ね。はい。いや、ここだわ、ね、誰かが選んでくれるかなと思ったからね。いいだって、シュウさんはまだちっちゃくなったとはいえ、ちょっとダークシュナイダーのシーンだったけど、そうやね、ケンショ君はもうバソリーだった。バソリーまさか、なんで純粋な涙とかね。そうですよ。まさかケンショさんがバソリー、自分が気持ちよくなってきた。本当だよね。ひでえな。ケンショさんのバソリーはそうか、映ってなかったんですよ、ね、しかも映ってない。ガガちゃんだよ。いやでも、魔法のシーンは本当に難しかった、お芝居のして、そうです、そうです、どうでした、なんかどん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 ね、テンションやっぱ上がってくるんですよ、だからなんですけど、なんかずっとそのやっぱテンション上げて張ってって唱えられないんですよね、やっぱね、だからそこをボソ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 こう詠唱呪文を唱えていくみたいなところで、このコントロールっていうか、やっぱすごく難しかったけど、あとはもうやっぱアビゲイルのこの呪文、この長い呪文は先に唱え終わった方の勝ちだみたいな。そうそこみたいな、ちょっと違う勝負、ね、しかもなんか見るにカルの方が早めに唱え終わりそうだみたいな。
のハサミがね、そういう勝負ね。これがそのやっぱバスタードの魅力の一つだと思いますよね。少年シャールあるで、みんな別に手出しはしない。しない。見守りしない。みんな見てる。これはピッチが早いみたいな。そこもいいんですよ。この二人の戦い始まる前、あんなに魔戦将軍と侍が戦ってたのに、始まった瞬間ピタリとやる。仲良く見てる。邪魔しちゃいけない。邪魔しちゃいけないんですよ。素敵な瞬間ね。それこそありがとうございます。いい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、一応シーンを今まで見てきたんですが、最後にですね、2期の MVP を選ぶのが誰になるかっていうのを発表しなきゃいけないんですけど、これ魔戦将軍側の MVP、こちらちょっと慶應さんに選んでいただきたいんですが、魔戦将軍の中で2期で MVP って誰になるんですか。頑張ったな、嘘だろ、本当まさか嘘だろ、え嘘だろ、嘘、いや、でもさすがに、あー、よかったよかった。マカパインって。よかった。そうなりますよね。口がバッってなるんじゃないかと。そうなりますよ。そうなりますよ。ドキドキした。まあ、ただまあ、バソリーとマカパインはずっと一緒にいましたから。旅してる最後も。ヒヤヒヤしたぜ、おい。口閉じるからさ。色なしですね。本当にマカパインの生きり方が素晴らしくて。そう、ずっとスローガンが言ってて。そうなんですよ。生きり方が絶妙だなっていうのは、結構こっち側も結構ですね。どこまで含みがあるかわかんないけど、さすが福山潤です。含みあるかな、あるかわかんないけど、さすがだねっていうのは。やりすぎてもダメじゃないですか。そうですね。もう三下から大物なら全部カバーしますからね。あと俺が一応つけたちゃんとギャーっていう。そうなんだよ。分かってんだよな、この男も。90年代であの辺のノリっていうのを元ファンとしてもあるから、マインドが。声優になる人って大体多かれ少なかれアニメファンだったから。だからね、なった後もさ、その辺が分かんだよね、さじ加減。そうですね、生まれた瞬間に折れたところまっすぐ伸びてますから、僕。ちょっとよく分かんない、それは。ちょっとそれは付き合わないけど、通らなかった。みんな欲しがってるわ、今欲しがったなって。ジュン君が欲しがった。で、まあ、タワー君はと、それこれ、キショさんにも聞いた方がいいかな、侍軍団と MVP も考えないといけないんですよ。侍軍団も、ダークシナイダー的には、でもまあなんかまあ、よしはいいのかなと思うからね。やっと、うん、やっぱりあの頭取りと踊りってけど、まあ、あそこで一番ね束ねてくれてるのちゃんとしてますからね。ちゃんとした軍団をちゃんとした人がちゃんと導いてるって、うん、その代わりなんかまあなんかね、ダークシナイダーとかその分自由にできるそれはっていうのを対比としてやっぱいてくれないと、いてくれたからこそダーシュが自由にできたっていう。あら、お気遣いありがとうございます。いや、もう本当に気遣いの男ですから。認めちゃったよ。そこまで言ってねえよ。認めちゃってた。言ってねえ、そこまで。でもヨシワかなと。やったー、ありがとうございます。いや、でも本当にヨシワは安心感がやっぱすごく安心感。もう、あのこちら側も、あの監督とかも含めてすごい安心できたし。よかった。で、そのヨシワが、その唯一ダークシナイダーに怒るのが、そのダークシナイダーがカイハーンのところに呼ばれに行って、そうしたらもうヨシアがめちゃくちゃ怒ってて、うもう色恋に疎いけど、はい、けどそう、その説は失礼と食いましたね。無言で刀を抜いて、あそこの演出のところとか、あの脚本の黒田さんもあそこのシーン好きで、あの、はい、ここはちょっとこうちょっとプラスしておきますみたいな感じ。侍たちの抜け感のあるところですから、そうなんですよ。ここがこうヨシアの可愛いところだったりするっていうのを含めて、あのすごい良かったです。よかった、ありがとうございます。いや、そんなマジド真面目で助けてくれて、じゃあヨシアが侍軍団があの MVP といただきました。ありがとうございます。もう順当じゃないですかね。今出たあの一押しシーンを踏まえてアニメを繰り返しご覧になってみてください。よろしくお願いします。以上、一押しシーンのご紹介でございました。さあ、ここまでご覧になってもお気づきかもしれませんが、今回の特番は女性キャストがいらっしゃいません。おせっ今更言うこと。確かに、確かにそうだし、唯一俺がね、ちょっとこう言ってみたいな。いやいや、髪だけだね。誰も持ってねえや。確かに、こうすぐ隠せそうです。ボコボコ。でも、バスターズだったら女性キャラについてもいろんなお話がしたいんじゃないかということで、続いてはそんな野郎たちに送るこんな企画でございます。結局誰推し、バスターズヒロインズ。いやー、うーめちゃくちゃテンション上がるじゃん。いやいやいや、今までやってきましたけどね。前のコーナーでは推しのシーンについて紹介しましたが、このコーナーでは2期が配信したこのタイミングで改めて女性キャラで誰推しなのかを語ろうという男子校の放課後のようなトーク企画をお届けします。楽しそう。やろやろ。アニメは全39話、原作コミックスだと12巻までやってきましたが、実はバストで出た女性キャラが意外に少ない。確かに。メインは6人しかいないと。その6人はこちらでございます。
ダンティアノトヨーコ、アシスネイ、シエラテルメタリカーナ、サイハーン、シーンハリ、シエラ・イーリード。ありがとうございます。どんな格好してんの、シーラ。姫、姫ありがとうございます。とんでもないよね。紐じゃん、もう。これ2期の設定なんで、シエラさんがですね、スキで着てるわけじゃない。そうなんですよ。これ、生贄です。そうなんです。生贄です。これ好きで来て民衆の前に出たらえらいことよね。まあただ一期の時のシーラーはもう結構すごい衣装着てたんですけどね。まあ、お姫様露出しがちっていうのはあるんですけど、真ん中にいるんだもんな、ね、それに対してシーラーの身持ちの硬いことが大事です。好感持てますな。氷漬けになっちゃいますか、ね、あと歌がうまいです。さあ、そんなわけでございます。じゃあまずこれ私と小野賢章さんも同じ推しキャラだったので、まず私と小野賢章さん見てみましょう。はい、誰だ。あ、そうなんですよ。まあね、素敵よね、ニキはな、まあ、そうなんですよ ね、僕が選んだところは、うん、もちろんシンハリっていう言うことも簡単なんですけど、それはあくまで1期であって、うんうん、2期で僕がいいなと思ったら、陽子さんの成長なんですね。あ、そこが僕は素敵だなと思って、うん、そうなんですね。賢秀君はどのあたりが陽子さんの。いや、もうやっぱり成長ももちろんそうですし、うん、そのなんか心境の変化だったりとか、うん、ちょっと責任のね、うん、なんか感の強い女性に、美しい、強くて美しい女性になったなってやっぱ印象が強いのと、あと単純にちょっとその1期の時の割とショートめな髪の毛から2期でロングになってるっていうこのギャップに、まあ一番最初やっぱマチコンやられて、なんかその女性としての魅力が相当増えたなあっていうふうに思いましたね。伸びしろね。はい。だって、女性になったなみたいな。侍軍団のモチベーションでもありますからね。侍軍団がさ、出るたびに、ようこ、ようこ、ようこ。みんなようこって口々に言うから。モチベーションだから、そうそうそう。ようこ派が多い。ようこ軍団になっちゃってる。あと、なんだかんだやっぱ受け入れてるところがね、なんか夢があるなって思う、ね。ああ、なるほど。そのなんか男だけの会話でいくと、なんかやっぱそのダークシュライダーをなんだかんだやっぱ受け入れて、もうってやってるあの感じがなんかすごいちょっと夢あるな。でも分かる、分かる、分かる、分かる。マジやん、なんかね。マジやん。マジじゃん、切り口が。ちなみに。同じく陽子推しはもう一人いたんですけど、ちょっと俺とか賢秀君とは違う目線から陽子推しの人が一人いらっしゃったんで、寺島拓磨さんですね。おちょっと寺島拓磨さんが陽子推しの理由、ちょっと V で見てみましょう。ちょっと音を大きめにしてください、うん、覚えておきなさい、僕たちは絶対カルスの弾圧に負けないわ。僕もガイも無事だったんだから、だからこれからは僕が君を守るよ。どうして君はいつもそういうこと。こら、僕の目を見なさい。メタリカーナでは僕たちと一緒に反逆軍団を守ってくれたの。ね、僕に口答えする気、何一人で納得してんだ。心配して損した。僕のケツは僕の代。僕って一体ってこと。はい、どういうことですか。ね、同じ陽光師でしたけどね、はい、もうお前らの話はもう普通だ。推しキャラの話をしてるんだから、成長とかあんなの見てたらわかるよ。怖い、怖いよ。こんな話初めて見たよ俺。出せ出せ出せ。もっとされてた。お前らも真ん中を出せ、真ん中を。つまりどういうことだってばよ。どういうことですか先生。谷山さんがその発端に触れましたね。僕っ子なんですよ。好きなんだ。やっぱ僕っ子って僕っ子なのにど真ん中ヒロインなんですよ。確かに確かに。萩原先生のどういう性癖なのっていうね。しかもビジュアルはドビショートだしね。そう。で、まあもちろん成長があって、もうよりより女性らしくなっていくのに僕っ子なの変わんないっていうギャップね。たまらないね。だ僕だけじゃなくて、ダークシュナイダーのことを君って言うんだよ。それもいいんです。君は、いや君は刺さりました。そう、しかも漢字じゃなくてカタカナなんだよ。あとよくダゾっていう。そう。ダゾもいい。ダゾ。はじくたら決め。やべ。キモオタになってる。それが今の日本を形作っているんですよ。プロの声優さんになっちゃった。キモオタがプロの声優さんになっちゃった。
僕こじらせちゃってるよ。僕君だぞですから最後ですね。君だぞ2文字で持ってってくれる。ちなみにその僕はど僕っていうのはどこら辺が刺さるんですか。えそんなもん理屈じゃねえんだから気持ちがみんなでも怒られちゃうパンドラの箱開けそうになっちゃったグルーヴだよ。そうだぞグルーヴだぞグルーヴだよ。でも僕これ確かに可愛らしいかもでも可愛いな。僕はそこが推しポイントです、ね、なるほど。じゃあ続きで福山さん見てみましょう。はいはい福山さんの推しキャラこちらでございます。はいあーまあまあまあ、うん、いいね、スリット深いな。ダッシュご飯だよ。ちっちゃい頃いいなこの隠れ家で待ってます。お口に入んねえじゃないか。お口に危ねえぞ。大きくて大きくて危ねえぞ。何言ってもあれか。うまくいかない。うまくいかない。声もダークしないだろ。自分で仕掛けたことですから。かっこいい。お前はもうこれ以上ダーシュに毛ほどの傷もつけることはできない。あと日笠だし。何よ何よ、うん、これがまたね、うん、でも言われる、うん、日笠殿がやめよう。やめよう日笠殿。何なんだ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 。これがまた。バカバカ私がどれだけ待ってたと思うのよ。懐かしい表現。いいな。こいつ2年間もずっと待ってたのか。はい、はい、あじゃあね、いや、やっぱりですね、僕も若かりし頃は陽子とかシーンとか、まあ、いろいろそういう風な感じだったので、やっぱ年齢を重ねれば重ねるほどやっぱアーシェがいいなと。やっぱりもう外はツンツンしててもいいけど俺だけに出れてくれてればいいっていう男子の気持ちだ。あのね、出れられたいのよ。何を言ってんだろう。あれ今日はなんか意外と脱ぐねパンツ。2人ともパンツ脱ぐね。すっぱだからそれ俺たちは、そう、うん、もう、とにかく出れられたい。ごまけいこたいいんだそう、何にもいないそう大人だな。でも気持ちわかりますね。出すな。あと褐色エルフの走りというか、そうですね。ああそうか、はい、我々が褐色エルフの美しい存在って言われたら、うん、もう一番最初に思い浮かべるのやっぱ、うん、はいはい、そこはちょっと擦り込みでも俺もありますね、うん、そして何よりもちゃんとしっかりとした強い女性でありながらその心を許した人に対して子供の心を見せるって言いますかね、はい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 、そういったところに対してもやっぱまあ出れられるまあ良さがねあるわけじゃないですか。何すっきりあの人マジだな。何すっきりした顔してんだよ。すっきりした顔してんじゃないか。気持ちよかったんだろうな、はい、じゃあ最後谷山さんいきましょう。谷山さん、はい、こちら、そうです。しないで。順番的にどっちだったかな。なるほど、姫かなシルスパー姫飛んでっちゃった。まとまって一気の時から良かった。もう尻もなでなでさせてもらいましたけど、ダーシュ、うんうん、あなたは守ることのできる、うん、ただ一人のお方。でもね、一番かわいそうといえばかわいそうなんだ。2期のシーンは本当にかわいそうですね。まあ、ここ本当最後のシーンのところなんですけど、ダーシュの思いもね、そんな儚くていいですよね。お救いください。格好なんですよね。幸が薄いっていうか、うん、ここの階層がいいんですね。こう振り返ってね、これね。初めて対等の立場から。人のためだけに頑張ってる子ですからね。初めて女として。本当だから多くのことをね、姫が故に知らないまま、まあおそらく言ってしまわれたと思うんですが、それがまた余計に。そしてまあ何だって僕ははっきり言ってこの衣装かな今回の。でも正直やっぱこの格好はもっと見たかったな。うん、でもやっぱ今回ムキの全体的にまあ望まざるに関わらずあの衣装をね身につけざるを得なかったその運命に対しての非常な運命に対しての彼女のなんでしょうあのかわいそうだなっていうね、うん、そういうところと悲運と。あとやっぱ衣装かな。言葉尽くした結果それ。結局ね。ちなみにあのシーラ推しは監督もシーラ推しということで、そうなんですね。監督はやっぱりシーラかなと。やっぱり王道的ファンタジーのお姫様像であると同時に純粋で正義感が強く人思いで自己犠牲を厭わないなんて素敵な女性でしょう。一つ足りなかったのは運だけかも。やっぱそこなんだ。適当バカやってるやつでも運だけいいやつってのも世の中にはいますが、2期のシーラのエロい衣装だけが好きなわけではないことは誤解のないように。いやそれ言わなきゃよかった。言わなきゃよかった。だからやっぱスライムです、うん、スライムね。でも言ってること谷山さんと同じだった。ほぼ同じだった。でも一緒でしたね。実際にあの衣装を2次元の女子がね、うんうん、着たらじゃあどうだって話だよ。
三人だからまあなんか鬼パリピにも見えますから、ね、鬼パリピ鬼パリピ適当を知らなきゃねあれでうーいって出てきたから乱出しじゃん、まあ、それはちょっと引くけどさすがに引く鬼パリピのノリであの衣装をやられたらちょっと引くけどさすがに泡とか待つんだろうな分かったぜブラザーってなっちゃうけど何がブラザーだよなんかやっぱなシーラーギャップかなやっぱあのシー何も知らないシーラーがああいう鬼パリピみたいな格好してっていうのが一つのギャップ、うんまあ、人間の人のなんだろう世の常でギャップあればあるほどって思うんだよね魅力っていうのはそうだと思うんでチョロ Q も後ろに引けば引くほど前に進むでしょそういうことだと思うんですよわかんねえなってなんか収まりそうで収まんなかった感じわー収まらんずらしすぎたんだよ多分衣装衣装はいお話に戻しますずらした部分戻してください、今から、ね、鶴岡さんの推しもあると鶴岡プロデューサーの推しもちょっと見てみましょうこちらです、はい、今ね衣装の話が出たんですけど、うん、僕エンディングをちょっと皆さんとお話ししたくてでこれがその尾崎監督がこのアイデアエンディング作ってるんですけどその原作の挿絵で if ものって言ってそのもし現代にみんながいたらそのダークシナイダーとかみんなのキャラクターがいたらっていう挿絵があるんですけどそれをエンディングに持ってきたんですよねでもちろんあの挿絵にないキャラとかもいるんですけどこのなんか衣装とかがすごいかっこよくてでシェラも女性の衣装着てるここだけなんですよ、ね、これがすごい可愛いすごい魅力的あれ推しキャラチェラなんじゃないでこの陽子さんの水着これが僕はすごい時代を感じてそうね、はい、あはいはいはいそうなんですよなんかこの感じの水着ってなんか90年代にそのビールのあのなんかやつとかそうグラビアとかで見た感じがわお、まあ、これがオリジナルです、うんうんうん、あの挿絵にいなかったんですよ、はい、シーラとか大半とかシンとかなんであれをあのこれ小田君そう守ってるでネイはね、スーツでね、なるほどね、ダイバースーツこの衣装はそうかダークシュナイダーとかカルス T シャツあーよこの横さんいやパーカーの色合いにやっぱ時代を感じますね確かにデザインねこの横さんの水着はすごい僕が一押し、うんうん、そうですね、うん、もう一回透明で見たいもんな、まあ、エンディングの前陽子さんもそうだけどみんなの衣装っていうのもちょっと面白かったりそうなんですよ、うん、ここはちょっと見ていただきたかったなということあと海とシーンとシーラのところは尾崎監督のオリジナルで、うん、あの衣装を作ってるっていうところなんですね、うん、まあでもこの時代はねあのファンタジーであっても現代風に描いても肩はすごいっていう、ね、あそうです肩幅はどう入ってるの肩幅ふんだんに入ってるからさあこのコーナーではいろいろ推しキャラについて熱いトークを繰り広げてきましたが、はい、今話題に上がったキャラのキャストに一部指示を見ていただきコメントをもらうことになっているといやー結構僕ら何になりましたよだいぶ僕ら何しましたよ今すっぱだかですよ、うん、そうですねもうしょうがないですそっか、言ってよ、まあ、やぶさかではない最初にやぶさかではないそれ見てもらいたいよ何でもあるかよもう我々のトークを見てどんな反応を示すのかオンエアで、ね、我々は確認するしかないいやだな配信の方で確認するしかない だって現状だってないんだもん今そう誰もないです誰が見てるかもしれないんだもん、はい、というわけで、ね、こちらの方皆さんは楽しみに見れると思うので見てください、はい、お願いします、はい、といったところで以上推しを語ろうバスタードでしたバスタード暗黒の破壊神アニメ第2期配信開始記念特番ご覧の皆様こんにちはシーラ12メタリカーの役の遠山奈央です。ということで、アニメ第2期がスタートということで、早速、男性メンバーの皆様のお話もあり、私も拝見させていただきました。シーラをお気に入りのキャラクターに挙げてくださった方もいらっしゃり、谷山さん、そしてまさかの監督、本当にありがとうございます。でも、集約すると、服に、なってしまうのではないかという気もしましたが、まあ、服も魅力的です。第2期のシーラの服はすごい。仮にもお姫様やぞというくらいの肌の露出具合で、まあ、これもきっと聖なるお衣装ということなんだと思うんですけれども、まあ、それは脇に置いておいてもですね、やっぱりシーラの魅力といえば、内面の美しさだと思います。本当に民思いで、けなげで、献身的で、まあ、そのか弱い乙女ではありますけれども何か自分にできることはないかということを常に考えている本当に理想的なお姫様だと思いますし、時々ね空回っちゃったりすることもありますけれどもそんなまっすぐな彼女を演じられて私もすごく、幸せです。
第2期のシエラはですね、本当に大変な目に遭ってしまうのですが、彼女の秘密にまつわるエピソードも、どん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 深掘りされていくので、私も張り裂けるような思いで全身全霊で演じさせていただきましたので、ぜひそのシーンにも注目していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、アニメ第2期お楽しみください。ここでお知らせです。谷山さんから情報をお願いいたします。まずは配信情報です。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在 Netflix にて第1話から第39話が配信中、ぜひご覧ください。はい、はい、続きまして原作情報です。原作コミックス1巻から27巻が好評発売中。デジタル版はジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックで和単位、コミックス単位で配信中です。さらに主題歌情報です。オープニングテーマはコールドレインのニュードーン、エンディングテーマはケールのラ・ミューズ・パーティュー。現在デジタルシングルの配信がスタートしています、うん、ぜひチェックしてください。はい、メディコスエンターテインメントよりアーシェス・ネイ7分の1スケールフィギュアが、ダーク・シュナイダー7分の1スケールフィギュア、シーン・ハリ6分の1スケールフィギュアが全国のフィギュアショップメディコスオンラインショップにて発売中でございます。ではここで実際スタジオにダーク・シュナイダーの7分の1スケールフィギュアがありますので見てみましょうか、うん、ここにいます。ちょいちょい映ってましたけどね、撮れますよこれね。はーい、ようできてますよ。いやいやいや、存在感ありますね、うん、足元にね、ゴーレムもいますし、ね、玄関に飾りたいですよ、ほんと魔除けね、魔除けみたいな。もうね、フィギュアというかスタチューの域までいきますよね。そうだね、これは地形ですね、はい、はい、というわけでございまして、詳細はメディコスの公式ホームページ、公式ツイッターにてご確認ください。はい、お願いいたします。バスタードの詳細は公式ホームページはもちろんツイッターでも発信しております。ぜひアニメ公式アカウントをフォローしてください。以上、お知らせでございました。はい、というわけでエンディングのお時間となってしまいましたが、皆さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ですか、あの言い間違えたこととか修正したいことありませんか。あの推しをやっぱり大人陽子もいいなと思いました。見るとね、見るとあれもいい、これもいい、やっぱり成長ですよ、ね、なるほど、しっかりエロスをまとってる、なるほど、もう誰が見るか分かんないけど、もう行っちゃいましょうと、うん、もうちゃんと伝えておこうと、うん、はい、そうですね、素敵だった、はい、僕は皆さん、じゃあ思い残すことないですね。ない、わかりました、ありがとうございます。さあ、番組をご覧の皆さんにね、一人ずつメッセージしっかりお届けしたいと思います。まず私から、本日もありがとうございました。まあですね、昔僕たちが愛していた作品、今でも続いてますけど、ちょっと今9歳中国ですけどね、そんな作品がもう一度こう、なんでしょうね、血肉を得ると言いますか、形になるというのは本当不思議な経験で、でも嬉しくもあり、そこに自分が参加できたっていうのがやっぱりね、嬉しいです。これも人で、それがなおかつ2期まで行ったっていうのはあくまで皆さんのおかげだと本当に思っておりますので、これからもバスタードをよろしくお願いいたします。一緒になっていろんな部分を扱ってください、お願いいたします。さあ、続きまして福山さん、お願いします。はい、というわけでございまして、今回このバスタードのアニメ版の魅力も、そして原作の魅力も、そしてもう我々が担当するそれぞれの自分たちのキャラクターの魅力も含めて、皆さんにお伝えできたのではないかと思っております。ですので、皆さんがもしここでもしなんか問いかけたらこう答えるんじゃないかな。皆さん好きなパインは？そう、マカパインでございます。ありがとうございました。天才なの、もう。なんでそれ今思いつくんだよ。好きなパイン。次さ、じゃあ、たくま俺。はい、ご覧いただいた通り、すごい楽しい人たちです。めちゃくちゃ面白い放送でしたね、と僕は思ってるんですけれども、まあ、これを面白いと思っていただけたら、ぜひ、アニメ本編の方も見ていただいて、アニメの方の理解が深まると、僕らの話してたことがもっともっと面白くなったりすると思うので、これからもね、みんなでバスタードを隅から隅まで楽しんでいただければなと思っております。それでは、アニメをこれからもよろしくお願いいたします。もちろん原作の方も楽しんでください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ、続いて、ケンショ君。はい、本日はどうもありがとうございました。そうですね、カルス的にはもうやっぱり第2期からが、本当に重要なというか大活躍すると思いますので、そちらもぜひ見ていただきたいなと思いますし、この放送ではやっぱり、男だけっていうのもあって、いろんな話で盛り上がってすごく楽しかったですし、そういう見方もできるなっていうところもね、たくさんあったので、もう一度見返していただくと、よりこのバスタードという世界をどっぷり使えれると思いますので、皆さんこれからも楽しんでいただけたらなと思います。好きなパインはおっぱいです。あ、嘘だろ、嘘だろ、だいぶ行きましたね。
だったんだね。もう羨ましがるんじゃないよあれを。最後に出してきたな。びっくりしたわ。なんてこった。全部出したね。やっぱりでした。脱がなくて一枚脱いだな。わざわざ最後に脱ぎ捨てて一回。ありがとうございました。カル様。気象さんに振る舞いで一回鶴岡さんにお話聞いてみます。そうですね。僕話しなかったです。鶴岡さん一言お願いします。本当にあの皆さんありがとうございます。見ていただいてありがとうございますというところなんですけれども、実はまあ見ていただいたら分かる通りすごくいいところで終わってるんですよね。うん、なので、まあその2期が、たくさんの人たち、世界中のたくさんの人たちに、見られれば、この続きっていう可能性も、出てくると思いますので、皆さんも。お友達とかにね、こう良かったよとバスタード見てよって、1人の人がですね、10人に、進めて、その10人の人がまた10人に進めていけばですね、どん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 こうバスタードの輪が、広がっていくと思うので、ぜひお勧めしていただいたり見ていただきたりして、いただければなと思います。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に今一息つけたと思うんで、谷間さん。そうですか。いや本当でも視聴者の皆さんも大好きであるおっぱいん忘れてなかった。中でもやっぱ中でもこの作品の女性陣、まあ、とりわけデカパインがいっぱい出てる。全部ダメだ。だいぶ近づいたな。マカパイン。マカパインだけじゃないぞっていうね、このバスタードこの作品をくだらねえ。本当にあんなこと言うから中のやつだ。何パインがとか言うからさ。悪いのこいつだよ、どっちか。踏襲しやがって。でいっぱい出てきます。エロスもバイオレンスもギャグも90年代の空気感とか、それを今この現代によみがえらした、すごい面白がってもらえると思うんですよね。僕もダークシュナイダーっていうのは皆さんのそれこそ特に中二男子マインドの、欲望、リビド、暴力衝動、とかいろんなものの権化だと思ってますので、そこに痛快さを感じていただきつつ、さらに裾野の広がったこの第2期、バスタード、ぜひこの夏休みですかね、これから、を利用して何回でもご覧いただけると、忘れられない夏になるんじゃないかなと思ってますので、海もいいし川もいいし、ね、プール行くのもいいんですけれども、必ずこの夏を利用して、バスタードバスタードの夏っていう風なね、2023の夏はバスタードが決まりだぞということで、一つ、よろしくお願い申し上げたい次第でございます。はい、ございます。ありがとうございました。今後ともバスタードをよろしくお願いいたします。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。それでは最後はですね、ダークシュナイダーのあの呪文でお別れしましょう。谷間さんよろしくお願いします。皆さんご視聴ください。キャメラあっちです。キャメラせーのダーロー。